海峡両岸サービス貿易協定は、中華民国と中華人民共和国が2010年に締結した経済協力枠組み協定に基づき、2011年3月交渉開始、2013年6月21日に調印した具体化協議の一つ。2014年3月に、この協定への批准反対で起きた、ひまわり学生運動が原因で発行されていない。 中華民国経済部や行政院大陸委員会が印刷した海峡両岸サービス貿易協定リーフレット本協定は海峡両岸におけるサービス貿易制限を解除しマーケットを互いに開放し貿易の自由化に達することを目標とする台湾の与党中国国民党や萎縮総統は台湾の発展や競争力を向上させるために協定を早期に承認する必要があるが 中国の圧力を否定すると強調した。これに対して、野党民主進歩党や台湾大学生たちは、台湾の中小企業に対する脅威、人材流出、言論や情報の安全性を恐れ、監督条例を先に制定することを求めている。イケフに類似した中国本土、マカオ経済連携金密か取り決めと、中国本土、 香港経済連携緊密化取り決めを結んでいたマカオと香港では2016年6月1日にサービス貿易協定が発行されている。ありがとうございます。